どうも皆様こんばんは、くんひろです。さあ今日は朝のデート会なんですけども、デートプラスなんとベッドインまであります。さあさあベッドインまであります。で今日はデートからのベッドインまでの一連の流れを乗せておくっていう感じですね。まああのプレイできてない人、買ってない人向けにそういう一連の流れをこう乗せておくみたいな。まああのムラムラしちゃうからさ、やっぱこうムラムラしちゃうじゃん、その一連の流れが分かんないとさ、だからムラムラしちゃうから、そこのところ解消していくっていうね、そういう感じのスタイルです。ではデート行きましょう。はい、ちなみにアスナはこれ喋りませんでした。なので、ん？なんだ音が大丈夫か、音が大丈夫で、この選択肢が出てきて、選択肢を選ぶと。ただ、1回目は、なんか選択肢が悪かったのか分かんないけど、ベッドまでは行けなかったんだよね。どれにしようか迷ってるね。アスナが大切な人だから。そうそうそう、こんな感じでね。まあ、こんな感じで進んでいきます。はい。さあ、そして2回目のデートにやってきて、選択肢を変えてみました。そしたらですね、なんと、あっという間に数時間後、これは来たぞと、くんひろはもう大盛り上がりだよ。なんか後付け実況だからこそできる、今、ちゃちゃの入れ方ができてるわ。今日絶好調かもしんね。よし、ということで皆様、お待たせいたしました。アスナとのベッドシーン、おい、ぽい、ぽい、すいません。ちょっと待って。アスナさんが何て言ったか全く聞こえなかった。アスナが何て言ったか全く聞こえなかった。俺の注目しているポイントはですね、まず、これ、ノーブラということですね。はい、皆様、これよく見てください。刮目してください。ノーブラですよね、明らかに。そしてなんと、下も履いておりません。これは、完全に、ハレンチパンチです。これ完全に朝さん、ハレンチパンチです。略してハレパン。はい、では、続きいきましょう。会話聞きたいからね。そうか。うん、そうだよ。毎日見ているような気がするけど。キリトはこれを毎日。もう、そういうことじゃありません。冗談だって。確かにデスガン事件のこともあったからな。俺もこうやってアスナと話すのは久々な気がするよ。あのね、そのことなんだけど、もうあんな無茶をやめてね。試合見ててすごく怖かったんだから。ごめん、悪かった。もしかしたら死んじゃうんじゃないかっていう心配もあったんだけど、事件が落ち着いた後もね、キリト君がどこか遠くに行ってしまう気がして、すごく怖かった。アスナを残してどこかに行ったりなんかしないさ。本当かな。本当だ。何があっても私はずっとキリト君と一緒にいるからね。約束だよ。もうね、この二人の添い寝というか、もう定番の流れでちゃんと伝統を守ってくれているっていうのはね、やっぱ嬉しいんだよね。そう。で、さらに、まあ言うと、このね、ちょっとね、アスナさんがね、なんて言うんだろうな。見た目がちょっと変わった気がするんだよね。なんかより丸っこくなってるっていうか、なんて言うんだろうな。ちょっと太った。完全に失言だ。ごめん。なんかちょっとね、顔がね、丸っぽいんだよね。まあ気のせいかな。まあ気のせいだな。まあ、とりあえず、アスナはノーブラで、ノーブラノーブラばっかり言ってると YouTube からまた怒られるかもしれないな。最近ね、珍しくね、怒られないんだよね。いや、多分 YouTube の精度が上がったんだな、俺に対して。あ、約束する。皆様、これが押すと多分あですよね。あ、ただただただ、おそらくイベントっていうのは、イベントの会話のパターンが何個かあるんだよね。だから今はその、なんていうんだろうな、1個目が終わったみたいな。だから、だからばっかり言ってんな。あれあれ、2個目とか見れたら、また動画にできたらします。まあ、気分、その辺は気分によると思うんだけども、ちょっとね、できたらやってみます。これはね、俺が結局やろうとして、何回かループしてたんだけども、まあ、結局できませんでしたよっていうね、そういうシーンです。はい、では次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。